それでは記事を熊田解説員に紹介していただきます。熊田解説員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース、例の NHK 国際放送し黒人すでに帰国、自身 SNS でやったった的な投稿、帰国後に C 国で SNS 発信し母国では英雄視されている模様をお伝えします。それでは記事を引用してご紹介いたします。まず視聴者に訴えたいのは、例の NHK 国際放送し黒人すでに逃亡済みっぽいのであります。以下引用、 NHK のラジオ国際放送の C 国語のニュースなどで、 C 国人の40代の男性外部スタッフが19日に沖縄県の尖閣諸島を C 国の領土などと原稿にない発言をした問題をめぐり、 C 国の大手ニュースサイト C 国新聞モウは27日契約を解除された男性が C 国へ帰国していると報じた。 C 国新聞モウが男性のものと報じた C 国の SNS ウェイボーによると、男性は26日昼にゼロになって帰ってきた、安全でご心配なくなどと投稿した。投稿文では返信はしない、すべての真実と真相も含めて一切を22秒の中に濃縮したと綴っており、自らが原稿にない文言を読み上げた時間を指しているとみられる。自らの行為については、危険に立ち向かったからには泰然として結果に向き合うと心境を表現した。コメント欄では自ら祖国にいるとも書き込んだ。 C 国のネット上では近年反日的な言動を英雄視する風潮がある。以下略、引用終了、全文はソースへ。え、帰国したのか。やりたい放題やっても余裕で帰国できるこれだから、ますます舐められるんやろな。この話題へのネット民の反応がこちら、賛否の声。以下引用、靖国神社落書きやろうと言い日本に対しピンポンダッシュすると英雄扱いされるなら、今後もくだらない考えの輩が増えていくだろう。政府が甘々、入管もガバガバだから C 国人に限らずこういう外国人は増えていくだろうね。ピンポンダッシュ外人が、こりゃ日本舐められる。この件をうやむやにすることによって舐められるのは、何も C 国からだけではなく他の国々からも舐められてしまうのは確実ですね。情けない、損害賠償に刑事告訴、やっぱやる気ねえだろ NHK。C 国で英雄扱いするのは勝手にやればいい。しかしやったことを後悔するくらいの損害賠償請求、国際指名手配、国が徹底的に匂い詰めなくてはならない。現実的に可能かなど関係ない。日本を怒らせたら徹底的にやると見せつけないと、英雄になるために何度も同じことをやる。現実はいかんだけ。安全保障問題だね。日本国家として危機感やな。電波ジャックされとるな。この程度で英雄扱いとか、よほど実績ある人いないんだな。そもそも NHK 国際放送なんて不要だと思います。日本に無料で見れる外国国営放送なんてないのだから、相互主義で逃がしちゃダメなんじゃ。 NHK 何やってんの。懲罰などの話ないと思ったら逃しとったか。 NHK の肥大化が終わればいいね。あの NHK はこのことを最後まできちんと報道する義務があります。そしてその前に、中国向けの放送で尖閣は日本の領土ですと発言の訂正をすべきでは。これは中国側の既成事実化を認める国際問題です。果たすべき責任を取ってください。 C 国に逃げた、事実ならひどい、無責任、再発防止のため事前収録することになった。事態の深刻さからやむを得ないとはいえ、外国籍スタッフについて性善説に立たないことを意味するもので、一人の英雄気取りの愚か者のせいで誠心誠意やってくれている外国籍の人たちはさぞかし無念だろう。返したらダメだろ。何回同じこと繰り返してるんだ。もう呆れ果てて疲れたわ。腹立たしいが、じゃあ現行のどの法律で対応できるのかって話だよね。いつ帰国したんやろ。これって何かの罪に問えないの。次回から AI による自動音声でお伝えしますでいいよね。こりゃ問題起こした言語のやつは。 NHK はニュースや教育、
ドラマやバラエティに至る隅々にまで反日的で、こびんこび中を感じる放送局。もう事情化不可能なくらい侵されてるのかもしれない。解体の議論を真剣にやってかないと。帰国ではなく、逃亡でしょう。中国にしてみたら凱旋じゃない？本当大事だろこれ。こんなずさんな番組作りしてたことも含めて。また、逃げられてやんの NHK 移動すんのこれ。逃げてから強がるのは、あの、小便落書き男と同じパターンなら。なぜ、ミスミス見逃す。早くスパイ防止法を作れ。与党の中にも、スパイがいるからやるやる詐欺。ダメだね。全く信用性のない放送局。よく、公共放送とシャーシャーと言っていた。あの、局やあの局が言っていたなら、まあそういうこともあるだろうが、公共放送だ、放送法だと豪語していた局が、これは、本当に看板下ろしてもらいたい、もしくは名前変えて民放だね。やっぱりね。NHK 内部で、調査とか言ってる間に本人帰国しちゃってるし、こんな国と国交を持つ必要がどこにあるのだろうか。喉元すぎればなんとかで、この男はまた堂々と日本に入国すんねやろうな。 NHK は解体やるのみ、国民から強制的に受信料を徴収しながら外交問題で国益を著しく毀損する放送を行うことは決して許されない。これどう落とし前つけるつもり NHKNHK 解体だな。なくていい。放送法も改定。電波の使用量もオークション方式にすれば不要な電波減らせる。断行案件きた。引用終了。契約を解除された男性が C 国へ帰国していると報じた。とのことですが、逃亡済み？なのかよ。ほんまやりたい放題やっても余裕で帰国できるこれだから。ますます舐められるんやろな。じゃあなおさら NHK の管理責任問うしかねえよな。例の NHK の C 国籍スタッフは香港のテレビに十数回出演していたという報道がありましたので紹介します。以下引用。カキコショップさん、尖閣諸島は C 国の領土と発言した NHK の C 国籍スタッフは香港のテレビに十数回出演していた。スタッフはNHK の取材情報などにアクセス権限はなく、非公開の情報が流出したことはないと説明しています。嘘つけ。流出していないとなぜわかるんだ。 NHK のラジオ国際放送で C 国籍のスタッフが尖閣諸島は C 国の領土などと不適切な発言をした問題で、この男性とみられる人物が香港のテレビ局に記者として出演していたことがわかりました。 NHK はこの40代の C 国籍のスタッフらしき男性が香港のフェニックステレビで少なくとも4年前から十数回にわたり記者としてリポートしていたことを確認したと公表しました。中国が強く批判していた福島第一原発の処理水放出などについても報じていたということです。 NHK は今回の不適切な発言が発覚するまでこのことを把握できていなかったということです。一方でこのスタッフはNHK の取材情報などにアクセスする権限はなく、非公開の情報が流出したことはないと説明しています。男性を22年間雇っていた NHK の関連会社は21日付で契約を打ち切っていて、 NHK は今後損害賠償の請求や刑事告訴も含め対処するということです。以下略。引用終了。全文はソースへ。 NHK がどのような対応を今後するのか引き続き見届けていきたいなと思っているところですが、もう謝罪とかでは済まされないので早急に NHK が責任を取っていただきたいですな。あと責任は NHK のトップにあると思いますが、問題は組織そのものやと思いますね。だって今のままだとまたやりそうですからね。 NHK は一度停波して解体してそのあり方を根本から見直すべき時が来たのだとは思いますね。その際には無駄なコンテンツを削減、スクランブル化、 NHK 職員の採用にあたっては日本国籍を有する者に限定すべきやと思いますね。それか別の曲を作ってもええかもですね。視聴者の皆様はこの話題についてどう思いましたでしょうか。さまざまなご意見をコメント欄にお願いいたします。また有権者の皆様、あらゆる選挙において与野党問わず日本の国益
日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますよう、お願い申し上げます。それでは、最後までご覧いただき、ありがとうございました。